うちの記者 の、 あの取材にもによるとですね、官邸の関係者がこんな話をしてたりです、6月中にもともと国会を閉じる予定だったので、完全にその夏休み気分の外遊日程を組んでいたということですね。で、EU の本部があるベルギーで一応その日本と EU の経済連携協定にまあ署名することにはなってるんですけども、訪問のメインのイベントっていうのは、パリで7月14日に開催されるあのフランス革命の式典、これを見物することです。で、ある首相はあの恒例の、軍事パレードを非常に楽しみにしているようで、あと日本の文化博覧会なんかにも参加するということです。で、中東にも今回行くんですけども、特に重要な会談とか喫緊の課題があるわけじゃなくて、財界人を引き連れて、物見産に行くというようなことのようです。